ウッチウッチ、D、ウッチ、ウージともは、ポーランド中央部の都市で、ウッチ県の県と、ウッチ高地に位置する、ポーランド第二の都市、最大の工業都市であり、繊維工業の中心地でもある。ウッチが最初に記録に登場したのは1332年のことである。18世紀の終わりまでは、小さな農村で、ブルツワベック市教区の所領だった。 1795年の第3回ポーランド分割の結果、ウッチはドイツ帝国のプロイセン王国となる。1798年、教会財産からプロイセンへと移管された。この時期ドイツ人が集中的に植民を行い都市化や、現在のウッチ郊外のノボソルナ、ウエビヨンチン、シモビヨンチン、アウグストフ、オレフフに農業集落なども形成した。 1807年からは、ワルシャワ公国の支配下に入り、1815年からは、ロシア統治下のポーランド王国の領土となった。1821年、ウッチは、工業地域としての開発が検討され、織物工業や繊維工業などの中心地として、発展してゆく。ウッチが急速に発展したのは、というような自然条件や環境があったからであった。 ビエルコポルスカ地方やシロンスク地方、チェコ、モラビアなどから安い労働力が来て、町が発展した。ウッチには、ポーランド人のみならず、東方植民の影響で、ドイツ人やユダヤ人が数多く住んでいた。1839年に、初めて蒸気機関食器を導入した工場が現れて、以来、織物工場が次々と建設され、製品は主に、 ロシアや中国へと輸出され町は活気づいていった。この頃のウッチの様子はアンジェイ・バイダの映画、約束の土地によく描かれている。11月放棄の失敗によって、関税障壁などにより町は停滞していく。しかし19世紀後半には国内市場の発達やロシアとの間の関税が撤廃されたこともあり、景気は再び上昇した。年に、 ワルシャワウィーン鉄道のウッチでの最初の区間が、ウッチ、コルシキ、ウッチの東にある町間で開通、後に、ワルシャアやビアウィストックと接続したとも、ウッチの繁栄に貢献している。ウッチは当時ポーランドで、第二の都市にまで成長した。1823年から1873年までの間、人口は、各10年間で倍増していき、 1870年から1890年の20年間で経済成長は最盛期を迎える。その後ウッチは社会主義運動の中心地となっていく。1892年には大きなストが起こるなど多数の工場で生産が停滞し、1905年6月のロシア帝国に対する暴動を経て街は1914年まで発展を続けていく。この年、 ウッチは工業都市の中で人口密度の高い13,280人キロメートル市の一つであった。第一次世界大戦が勃発し、1915年一時ドイツの支配下に入ったが、1918年の11月に大戦が終了したことによって解放された。住民の多くが大戦中に戦死した戦後、ドイツ人はドイツへ避難し、ウッチは 住民の約40%を対戦によって失った。1922年、ウッチは旧ウッチ県の県都となるが、高度成長はすでに終わっていた。世界恐慌によって、西側との織物貿易は遮断されてしまい、一方の東方でもロシア革命が起こるなど混乱し、貿易はストップしてしまった。街は失業者で溢れ、労働者による暴動も起きた。 ナチスドイツのポーランド侵攻により、第二次世界大戦が勃発すると、ユリウシュルンメル将軍いる軍がウッチを守備したが、9月8日、ドイツ国防軍によって占領された。占領に伴い、ウッチは、ドイツ帝国からナチスドイツ時代にかけての軍人にちなみ、リッツマンシュタット、リッツマンスタットと解消された。ウッチのドイツ系住民はドイツ第三帝国の、 国民になることを拒んだため、ウッチを追放された。すぐに、ゲット、ウッチゲットがウッチに建設され三十万人以上のポーランド系ユダヤ人が死から強制的に集められ、住まわされた。ジプシーなど非ユダヤ人用の強制収容所や絶滅収容所がいくつか郊外に建設された。対戦の終了までに、ポーランド人、約十二万人、ユダヤ人、約三十万人など、 合わせて42万人以上の住民が犠牲となった。1945年1月、ソビエト軍の侵攻があった。ドイツ人追放も行われた。爆撃等の被害が他の都市に比べて少なかったとはいえ、ほとんどのインフラが破壊された。1945年1月18日、ウッチはソ連軍によって解放された。これに伴い、町の縄元に戻された。 1945年前半の人口は30万人、足らずだったが、ワルシャワからの移民やソ連に併合された東部からの移住者によって人口は増大した。ワルシャワが徹底的に破壊されてしまっていたので、1948年までは、ウッチが事実上の首都となっていた。そのまま首都をウッチに定めるという計画もあったが、1948年に本格的に、 ワルシャワ再建が始まるとともにその案は打ち消された。戦後、ポーランド人民共和国の共産主義政権によって、すべての民間企業や私有農地が国有化され、多くの資本家や農家が財産を失った。共産主義時代、ウッチは、再び主要な産業都市となっていく。1 9九十年前後の体制転換後は、民営化され、国営企業は設備の老朽化もあり、 資本主義経済の中で生き残れたものは多くはない。ウッチは海抜162メートルから278メートルのところにある。市内にはウトカ川、ネル川などいくつかの川が流れている。1990年まではウッチの経済は織物工業が中心だったが、1991年にかけての間に生産が大きく下落した。 現在、ウッチには主要な織物企業は残っていないが、零細企業が、ロシアや、旧ソ連圏の国々に向けて、生産を行っている。19世紀初頭より製造業、特に繊維産業が発展して、ポーランド随一の工業都市となり、ポーランドのマンチェスターと言われるほど繁栄した。第二次世界大戦後に、工場は全て国有化され、旧東欧の経済体制、 コメコンに組み込まれたが、1980年代後半に、入る市場経済が導入されると先進国や、発展途上国の同業他社に対して、製品の品質や、格の面で立ち打ちできずに次々と工場が、廃業していった。ところが近年は使われなくなった工場の建屋や、旧工場オーナーであったブルジョワたちの大豪邸の、建築学的価値が見直され、これらをきれいにリフォームしながら、 観光都市として再生しつつあり、国内外から観光客が集まってきている。また、ポーランド映画産業の中心地でもあり、アンジェイ・ワイダ監督、ロマン・ポランスキ監督、クシシュトフ・キエ・シロフスキ監督など、ポーランドを代表する映画人が、ウッチ映画学校で学だ。おやすみ、クマちゃんや、ムーミンで、世界的に有名で、ピーターとオオカミのアニメで1983年の、 単語に続いて2008年2度目のアカデミー賞を獲得したポーランドの誇るアニメタジオのセマフォルもこの街を拠点としている。市内には多数の高等教育機関がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。